ででどうも PDR さんですネタ提供なんですが今すごいことになってる「明日の話題」っていうチャンネルについて是非このツイートを見るまで「明日の話題」っていうチャンネルの名前すら聞いたことなかったので早速研究のために動画を何本か見ました46年間 毎日ビッグマックを食べ続けた結果。こんにちは、マイです。あ、こんにちは。スーパーサイヤ人が金髪の理由。悟空が初めてスーパーサイヤ人になったのは、1991年、うん、週刊少年ジャンプ15号。<laughs> クリリンが殺され、悟空が、あ彼氏欲しいなぁ。 でも家から出たくないしなそうだ検索してみよう日本アカデミー最優秀主演女優賞はお話ししませんかのいさんです <laughs> おっこの子誰えかわいいじゃん肉まんどうやって彼女さん作ったのの <laughs> ちょっとすいません <laughs> こういう声とかできる人がいるのに第二形態でも担当から今度のやつバカみたいじゃないですかなんでこの猫たちはテロップでしか喋ってないの声とか入れろよなんかすげー不自然だしこれ提供動画なのにやる気なさすぎだろ見たんだよぷんぷん やだ動画を何本か見て分かったこと。ーまあこのチャンネルはよくあるまとめサイトでこう、豆知識やランキング系の記事をパクッじゃなくてアレンジしてこうスライドショー動画にする系のチャンネルですね。もちろんサムネで矢印、丸、おっぱい使ってます。 数あるこのまとめ記事パクリじゃなくてアレンジ系チャンネルとの違いを挙げるとしたらちゃんとした人間の声を使ってます毎日ビッッグマックを食べ続けるとあと女性がイントロに出てきたり富士山買ってその女性がソロ動画を作ったりするあたりもちょっとこう他のまとめ記事パクリじゃなくてアレンジ系チャンネルとは違いますねえでもなんでみんなこのチャンネルに今注目してるの まあみんな知ってると思いますけど知らない人たちのために説明しますとうん明日の話題は1ヶ月ぐらい前に更新が途絶えたんですけど数日前にこの動画を投稿しました今回の騒動についてそして動画の内容はタイトルと全く関係のないマクドナルド好きなメニュートップ5相棒がしそうなことだねせっ <laughs> 本当のことなんだから仕方ないだろって みんなが騒いでる理由は、この動画内に、サブリミナルメッセージがこう散りばめられてるんですけど、それをつなげると、見てるんでしょこの、人らしいわあなんてオリジナリティ溢れるサブリミナルメッセージ。素晴らしい。相棒はいはい。あと動画の最後に、冗談はここまでにして、更新しない期間、ご心配をかけ、しましま。現在は、 都内某所に潜伏し、身の安全は確保されております。明日からパレスチナに行ってきますので、安全面はさらに盤石と思われます。また、コメントにもありました、ペナルティについても問題ありませんので、そのうち投稿は再開されると思います。知らんけど。そしてまあ、チャンネルのステータスをこう見せて。というわけで、皆さん、良い週末を、明日の話題は見つかりましたか人はみんな死ぬんだよ。 他にも死に装束やもう売られてないマックシェイクを飲んでたり前回の動画が反転されてるけど今回は反転されてないとか細かいことはいろいろありますけどそれはどうでもいいですえこれはどう考えても話題作りのためにやってるでしょただの演出だろバカなのまあチャンネル名が明日の話題だもんね 動画が何本か削除されたみたいなので、投稿を1ヶ月間ストップしたのはペナルティを2つ食らったからでしょう。YouTube でペナルティを2つ食らうと確か1ヶ月間動画投稿できなかったような気がします。もしくはパクるじゃなくてアレンジするいい記事が見つかんなかったとか。みんなが明日の話題が毎泰さんにまんまと引っかかったおかげで、 この動画はここ最近の動画の数倍の再生数を叩き出してます。は o は d は。グッジョブ。でも相棒もその一人でしょ。えだってこの動画見た後に、あの、話題の動画を見に行く人絶対いるでしょ。はぁ、<laughs> ファ この動画が面白いと思ったらぜひ高評価お願いします。チャンネル登録もよろしくお願いします。よかったらベルボタンを1回クリックして PDR さんの動画の数値をたまにもらいましょう。皆さんはこの明日の話題の炎上じゃないよね。まあなんか話題作りのために作ってる動画にさりたいと思いますからぜひ意見をお聞かせください。あと前回の動画もぜひチェックしてください。明日はゴミ箱チャンネルで動画出すのでぜひゴミ箱チャンネルとか登録したり、あと 動画見たりしてくださいでは